はい、それでは、モーのペーパードリップセミナー上級編 Day 2、座学その2ですね。今日は、こちらのコンテンツ、落とし切る落とし切らないについて、まあこれに関連してですね、粉の温度と味の関係っていうこともちょっと少し、触れたいなと思います。で3つ目ですね、リンスするしないについて、であとこれに関連してリンスするときの注意事項ということでですね、4つの、お話をしたいなと思います。まあ、落とし切る落とし切らないということとリンスするしないということについて、の何て言うんでしょうね、派閥なり論争なり議論なりあると思うんですけど、まあそのあたりをですね、まあ僕なりの考えをですね、お話ししながら、まあ願わくばこの話に終止符を打ちたいぐらいに思うんですけど、はい、じゃあちょっとお話ししてみたいと思います。で、まずですね、落とし切る落とし切らないについて、でまあドリッパーにですね、まあ粉入れてお湯入れて、今のスペシャルティの浅煎りの、まあ、特に海外の方からやってきているスペシャルティの、レシピとか、メソッド的なもの、ほとんどこの落とし切るっていうこと前提になってるんだと思うんですよね。前提というか落とし切るやり方が主流じゃないかと思うんですよね。でそれはこういうふうに、スケールにサーバーを置いて、ドリッパーを置いて、でこうかけると。でその時に、お湯の量をグラムで測って、粉何グラムに対してお湯何グラム注ぎますなので、これを、落とし切らないと、1回目に何グラムのお湯をこの何グラムかの粉に対してやったのかっていうことが定量的にレシピとして決めらんないから、落とし切ってまたかけて、落とし切ってまたかけてっていうやり方になってると思うんですよね。まあ、どっちが鶏と卵なのかってとこはあるんですけど、ってなってると思うんですよ。で、一方ですね、落とし切らないっていうやつって、そもそもこれ海外でドリップとかがこう、まあ主流になる前、日本のですね、カフェ喫茶、での、まあやり方、まあ今もありますけど、何してたかというとスケール使ってないですよね、そもそもね。で、ドリッパーとサーバー、まあテーブルがあってね、まあ、今便宜上持ってますけどテーブルがあって、でお湯をかけていく、でこの抽出量を見て抽出量になったところで外すってやり方をしてる、なので、この粉に対してお湯を何グラムなり何ミリリットルなり何 cc なり入れてますっていう管理の仕方してないんですよね。で粉の状態を見てやっている。で、まずこの落とし切らないっていう昔からこうやっているっていう方法について少しお話をしてみたいなと思います。ですね、そのためにはまず発生している泡についてですね、少しお話ししないといけないのかなと思うんですね。またですね、こうドリッパーをかきますと、でペーパーがあります、で、粉がありますと。はい。でですね、ここにお湯を刺すと、まあ、泡が出ますって話しましたよね。で、こう、泡が出る。ね、泡出るじゃないですか。で、この泡を、サーバーに落とさないようにするということなんですよっていう話聞いたことあると思うんですよね。で、なので落としきらないんですっていう話だったと思うんですよ。で、これについて少しですね、
お話ししてみたいなと思います。はい、コーヒーの価格、美味しさはどこで生まれるのか、ブルーバックスから出てるですね、丹部先生の、本ですけども、そこからですね、少しちょっと引用という形で、はい、この泡ですね、泡について、書かれているところがあるので、ここをちょっと共有したいと思います。ここですね、抽出液中の炭酸ガスの気泡、まあ、これ泡ですね。で、このこと。で、これがですね、水の泡とかだと、すぐ消えちゃいますけど、コーヒーの泡って石鹸の泡と同じようにこうしばらく消えずに残るようにしているじゃないですか。このしばらく消えずに残るようにしているのがコーヒーに含まれる界面活性物質ですっていう、この界面活性物質っていう言葉がまあ、あるわけです。まあ、消えない泡のことだと、まあ、ざっくり思ってくれればいいかなと思います。で、まあ、石鹸と同じようにですね、でこの、石鹸と同じように、これって表面張力を下げる作用なわけです。でこれを界面活性作用って言うんだそうです。僕ね 100% 文系なんでね、こういうのはね非常に苦手なんですけどね。まあこのまあ単純に言うと、消えにくい泡の、まあ、物質みたいなものが界面活性物質で、この消えにくいっていう作用が界面活性作用っていうことなんでしょうねということです。で、まあ、これがコーヒーの泡としてあると。でこのコーヒーの界面活性作用にはですね、ほとんど味がなくて界面活性が比較的弱い多糖類、ごめんなさいね、多糖類、ほとんど味がなく界面活性が比較的弱い多糖類と、あともう一つですね、苦渋味、苦味渋味の味ですね、苦渋味と強い、界面活性というですね、この2つの特性を持つコーヒーメラノイジンっていう、この2つのですね、要は、ほとんど味がなくて、界面活性が比較的弱いっていう多糖類っていうやつと、苦渋味と強い界面活性を持つコーヒーメラノイジン、多糖類とコーヒーメラノイジン、この2つが、この界面活性作用に働いているというふうに大別されますと。まあここに書いてあるように、苦渋味、苦味渋味の味がまあ、しますということなんですね。で、これに関してですね、この気泡分離っていう言葉があります。で分析科学ではですね、この泡で成分を分離する気泡分離という手法があると。でこれはどういうことかというと、まあいろんな工業、の、業界でですね使われている手法なんだそうですけど、何種類かの成分が溶けた水に界面活性物質を加えて泡立てると一部の成分だけが泡に集まるという現象、まあ、これが気泡分離ということらしいんですね。まあ、この現象を利用したものがこの気泡分離っていう手法なんだそうです。何種類かの成分が溶けた水でこれに界面活性物質を加えたもの、これがまさにコーヒーの液体なんですよね。で泡だったものだと、この泡に、まあ一部の成分が集まるという話です。でですね、コーヒーの泡でもこれと同じように成分の選択的な吸着が起きていると考えられますとあって、界面活性や疎水性の高い、つまり水に溶けにくい、性質のが高いコーヒーメラノイジン、あと VCO とかですね、こういうフェノール化合物が濃縮されるほか、泡を顕微鏡で観察すると微粉や油滴などが集まっていることが分かりますと。つまりこういう苦渋味のあるものとかがですね、あと、補足すると微粉とか油滴みたいなもの、
も、この泡に集まってるってことが分かると。なので九重味を生み出す成分や舌触りを損ねる微粉なども、この泡にですね吸着されるというふうに書いてあります。で、まあ、試しにですね、ドリップで入れた時に浮かんでくる泡舐めると一目瞭然で泡のまずさが実感できると思いますみたいなことまで書いてあるんですけど、こういうことなんですよね。つまり、泡自体にはその苦渋味、苦味、渋味とかですね、そういったものが吸着するっていうことが、一応、科学的にはあるということです。で、じゃあこの泡自体がドリッパーにですね、落ちるのかということですね。なんですよ。これね、泡が落ちるんでしょうかねと。これね、泡落ちるかどうかっていうのは、なんともね、どのくらい落ちますつっても、この中にね吸着されている、このここにね吸着されている九重味というものがですね、どのくらい下に落ちるかっていうのはわからないですよね。そもそもこうここにですね、こう粉の層にろ過されていくので、ろ過されていって最終的なところとしてはですね、あんまり九重味出ないのかもしれないなってのはありますよね。確かにね。なので落としきってもそこは大丈夫なのかもなっていう、気もしないでもない。ただ、一番大きい要因で、落としきってもいいんじゃねっていうところの、一番大きい要因って、やっぱり昔その落としきらない手法ができるできた時よりも今の方がスペシャリティだし、その豆の品質、あとフレーバーの強さ、複雑性、そういったものがすごく豊かになってるので、多少のその九重味みたいなものが吸着された泡が、この少ない、この高いろ過層を通って少なく最終的に出たところで、あまり感じないんじゃないですかねと、マスクされてると言ってもいいのかもしれないけど、その辺の九重味ってあんまり、感じないんじゃないですかねと。なので、落としきっちゃっても、いいというか、落としきっちゃってることに対してあまり疑問を持たない、品質の豆を使ってるっていうことの方が、マーケット的には大きいのかなっていうふうに、僕は思います。で、だけどじゃあ、厳密にですね、落としきらないということを、厳密にこう否定しちゃってもいいのかっていうと、そうでもないだろうなと。で、特に、日本の場合は、深入りというジャンルもあるので、深入りってことを考えたときに余計この苦渋味というか、特に苦味とかですね、その雑味が早く出やすいとかですね、いろいろその深入りや深入りの、特性があるわけですね。で、そこを考えたときに、この落としきらないっていう手法を、しっかり使うっていう手も、技術的に抽出の技術、上級編の抽出の技術としては、ありだろうと、持っていて損はないだろうなと思うわけですね。そうするとですね、じゃあどうやってこの、泡を、サーバーに入れないようにするかということだと思うんですよ。で、これですね、どういうふうにするか。で、昔の人は考えましたと。一つのやり方は、何色にしようか。赤にしようかな。ここにですね、ここに土手を作ると、いうことをですね、
やっていた、今もあるけどやってるわけですよ。これね、土手を作るということはどういうことかというと、これ土手作っとくと、まあご覧の通りですよね。こっちに泡がいかないじゃないですか。ね。土手があれば。ね。なので、この泡を、外に出さない。っていうために土手を作りますと。で、これがですね、土手がなくて、ここの液面に、だーっとこうお湯がかかってしまうと、こっからこう出てっちゃうわけですね。一回こう出る出口が、生まれると、この泡たちはここの通り道をですね、こう通ってっちゃうっていうふうになると。なので、土手を作るっていうことが一つありますと。もう一つは今のテーマである落とし切らないっていうことなんですよ。まあ土手を作ることとの、コンビネーションというかハイブリッドで使うことがまあ多いと思うんですけど、これ落とし切らない、落とし切らないっていうのはつまり、そうだな、はい、じゃあ書き直した方がいいかな。はい、じゃあドリッパーがあります。でペーパーがあります。でそうだな、まあ初め粉があるじゃないですか。で、ドリップをしていくと、まあ液面がこう上がってきますねと、膨れてね、あとまあ水もこう入って、でこう泡がこう出てきます、出ていますっていうまあ状態ですよね。うん。で、これがですね、落とし切っちゃうと最終的にはこれに泡が、まあ、乗って、最終的に泡が中をこう通っていって、最後こう出ちゃうんじゃないですかと。この苦渋みとか腰踏みとか雑味みたいな言い方しますけど、そういったサーバーに入れたくない味が最終的にここ最後ろ過層を取って出ちゃうんじゃないですかと。で、まあさっき昨今の浅煎りの、スペシャリティではそこをほとんど気にしなくていいっつったけど、豆のクオリティがすごく高くなかった頃、その苦渋味とか、雑味的なものが早く出てしまうようなもの、あるいは深入りのもの、良い豆でも深入りのもの、そういったものはやっぱりこう浅煎りのものよりも、そういう悪い成分が出るタイミングも早いし、量も、まあ深入りになってる分苦味成分もあるし、そういう意味ではやっぱり通したくないなっていう、あるいは通ってしまう部分っていうのは浅煎りスペシャリティよりも多いだろうなとは思うんですね。少なくともそのリスクはある。なので、これを避けるために、まあ、昔の人はですね、どうしてたかというと、はい、こう浮きました、ね、水面が上がって膨れて浮きました、こうなってるっていう、この水面が下がっちゃう前に、このドリッパーを外すっていうことをしてたんですね。で、そうすることによって、泡は確実に、ろ過層を通らないで、サーバーの抽出液が出来上がるのが終わるという、そういうまあ仕組みなわけですよ。うん、泡を落とさないために外すんだっていうことを難しく言っただけなんですけどまあそういうことなんですよね。うん、だから土手を作るっていうこととこの落としきらないってことの、まあ、ハイブリッドで使うことによって確実にこの泡に吸着した、苦渋味雑味などをですね、サーバーに入れないっていうことを徹底するっていう意味ではですね、この落としきらないっていうやり方は、
すごく有効と考えます。はい、じゃあですね、じゃあ落としきらなかったら油温、油温じゃない、油量何グラム使って1回目、2回目油量何グラム使って、わかんないじゃないですかっていうことなんですけど、でここであの上級編つってるのは、そこわかるなってことなんですよ。そこじゃねえっていうことなんですよね。ねえって言いそうになっちゃった。そこじゃないんですよね。そこじゃなくて、昔の技術学んだらいいと思うんですよ。こっちでやろう。さっき、昔の人は、スケール使わないでお湯入れたら、この出来上がりの、まあ、ここにねメモリがありますけど、メモリがねありますけど、この出来上がりを、まあ、見て、出来上がりの量を見て、抽出の止めどころを決めてましたっていう話だったでしょ。で、落としきらないっていうのは、まあ、ろ過層に泡を、落とさないっていう、ろ過層に泡を触れさせないっていうことなので、まあ、ギリギリ抽出液を、薄くしないで、抽出効率高めて、かつ泡を、下に落とさないということを守るには、この液面、が、まあ、落ちるっていうスレスレの前のところで次のお湯を刺すっていうのが一番抽出効率が取れる方法ですよね。でそうすると昔の人が言ってるように水面がこう落ちてきたところで次を注ぎます、落ちてきたところで次を注ぎますっていう風になってることと、まあ、つながるわけですよ。なのでそうすると泡は落ちない。で、じゃあ、1回目の、抽湯の止めどころ、2回目の抽湯の止めどころ、そういったものをどうやって、まあ、それぞれ、タイミングを決めたりですね、するかなんですけど、まあ、単純な話で抽出の量を見てればいいんですよ。で僕の場合は、まあ自作のドリップスタンドなわけですけど、ドリップスタンドなんですよ。ドリップスタンドでサーバーと、ドリッパーが浮いてる状態なんですね。浮いてる状態で、これで、抽出液が何グラムになってるかってことを見てます。で、まあこれはあの、後ほどね、この、上級編の後半、の実践編の方で、お見せできるかと思うんですけど、蒸らしは、もう粉が、まあ、1回目のね、デイワンで話したように粉が、ちゃんと浸って、しっかり抽出液が出るまでっていう湯量を、自分で体感して、もうその注ぐ湯量っていうのを自分の体で覚えるんですよ。全部数字化しろとか、見える化しろとか、いうあのトレンドの昨今なんですけど、抽出の技術としてですよ、抽出の技術として自分で必要な湯量っていうのを、数字じゃなくて必要な湯量っていうのを体で覚えるんですよ。でかけすぎてもいけないし、足りなすぎてもいけないっていう蒸らしの湯量は自分でまず覚える。で結果ドバドバドバって出た時に、この辺に、余って出るグラムっていうのが、まあ、大体いつも決まってる、まあ、15グラムから20グラムの間、17グラムとかそういう感じでポタポタポタって落ちるのが、まあまあ、そこそこ新鮮な豆でやった時の、出方でも、これも経験則でも覚えるんですよ。そういう結果のグラムで、蒸らしの時の、余った抽出液が落ちたら、あ、十分な蒸らしができてるなっていうふうに覚えるんです。で1回目の抽湯、1回目の抽湯は、まあ、僕の場合ですけど、あの人それぞれでそこは基準決めていいと思うんです。僕の場合は、全体の抽出液が 160g 作るっていう場合であれば、合計で、まずその半分のさらに半分 40g になるところまで、
サーバーに落とします。40グラムになるときに、水面がほぼ平らになるようなタイミングっていうのを体で覚えるんですよ。だからバーって注いで、あ、30グラムぐらい、この豆の場合は30グラムぐらいサーバーに、しかもハリオのスケール、ちょっとあの遅れをするですね、あの癖のあるこのハリオのスケールでやったときに、30グラムぐらいサーバーに落ちたときに、お湯を一回止めると平らになったときにプラス10グラム入って40グラムになるなっていうことをもう経験則で覚えるんです。だから抽出の技術だっつってるんですよね。ここはあの数字化して誰でもできるレシピじゃないんですよ。これはもう練習なり経験を積んで、そういう、まあ、自分の道具で経験を積んで、そういうタイミングだって覚えるんです。で次は、さらに、プラス40グラムして80グラムまで合計になるように注ぎますと。でその時も、まあ、70グラムまで、いったところでお湯をやめると平らになったぐらいになった時にちょうど80グラムになるっていうことをもう体感で覚えるんですね。その時に、まあ、湯の注ぎ方、湯の、注ぐ量、スピード、そういったものを、あと粉の、鮮度とか粉の焙煎度とか、さまざまなファクターを、まあ、経験則として、蓄積していて、で体で覚えるんですよ。覚えたものを技術として反映するっていうことですね。で最後は、残りの、80グラムを、ザーッと流して、濃度調整をするっていう役割をして、全部で160グラムになるっていうようなやり方をします。でやると、泡を浮かせたまんま、中等を続けるっていう基準も作りながら、雑味を、外に、サーバーに落とさない。入ってしまうリスクをなるべく減らすっていうことも、達成できるわけですね。でこれを、まあ、あの経験則として積んでですね、覚えないといけないというところが、まあ、上級編という言っているゆえんなわけですね、はい、というのが、落としきる落としきらないの話でした。まあ、整理すると、雑味を極力落とさないっていうことを究極的に狙うんだったら落としきらないっていう手法を取り入れた方がいいでしょうと。ただまあ後で、実践編で浅煎りのことやるんですけど、浅煎りはすごく抽出効率悪いので、その時は、落としきるっていう手法をあえて使うことによって、抽出効率悪いのをなるべく、抽出効率というか濃度を取れるようにしようと、であえて落とし切るということを勇気持ってやるっていう、ことを取り入れてもいいでしょうと。あるいは豆の品質をすごくいいものにして落とし切っても雑味がこうないすごくクリーンカップな、素材を使うっていうんだったら全然落とし切ってもいいと思います。ということで、落とし切る落とし切らないは素材とか、作りたい味、あるいは、リスクをどれだけ究極的に避けたいか、そういったところも含めて使い分けたらいいじゃないですかね、ということです。終止符が打てたのでしょうか、わからないけど、はい、ということが落としきる落としきらない、でした、はい。じゃあ次はですね、粉の温度と味の関係で、これ落としきる落としきらないの話と関連するんですよ。落としきっちゃうとまた冷めるっていうリスクが出る。だから落としきらない状態で粉の温度を、キープする。まあガラスもあるしね、磁器もありますよね。これね、折り紙はあのプラも出ましたけど、まあ磁器あるじゃないですか。で、まあ、昔ね、ドリッパーの、主流は陶器とか磁器だったんですよね。今陶器ほとんどないですけど磁器、ね、とか、まあ、そういう、ものだったわけですよ。で、まあ、プラはね、コーノとかね、針を出る前はコーノぐらいだったのかな。
で、時期をねこう、使うときにこれ初め冷たいじゃないですか、まあ、金属もありますよね、こう初め冷たいですよね、冷たいものに、粉を入れてお湯をかけるっていうのと、これを温めて、お湯をかけるっていうと、この中の粉の温度が変わるっていうか違うんですよ。当然これ初め冷たい状態で粉を入れてお湯を入れると、粉の温度は初めこの磁気の冷たいものに、温度がこう、奪われていくんで、粉の温度っていうのはこう磁気に奪われて粉の温度がこう、初めちょっと低くなっちゃうっていうか冷めると言ったらいいか、低い温度で、粉の温度が推移する。で、まあでも全体の温度が均一にこう奪われてったものが磁気が温まっていって、熱がみんな同じ状態になると、まあ、粉の温度の下がるっていうのも、まあ、止まるというか、あまりこう下がっていかなくなるんですけど、それまでは、磁気に奪われてって粉の温度下がっていくんですね。でそうすると、この磁気をですね温めた状態で粉を入れたっていう状態とはやっぱり違ってくるって想像できますよね。実際測ってもそうなんですよ。数度ですけどやっぱりね違うんですよ。温めた状態で粉を入れて、抽出をするっていうと、まあ、初めから温かい状態で粉の温度はですね推移する。そうするとデイ1でお話ししたように蒸らしってのが、準備段階として非常に大事ですよって話しましたけど、ガスをしっかり出して、ガスの圧力で粉を膨らませて、次の抽出のための、準備をする、体にするっていう時に粉が冷めてしまうとそこの、開かせるっていうところが、やっぱり効果的に低減しちゃうんですよね。で結果的に温めた状態で磁気を温めた状態で抽出されたものと、磁気を温めないで抽出されたものの、味わいというのは、まあ、多少なりともやっぱり差が出る傾向にあるんですよね。で、やっぱり温めた方が蒸らしがしっかりされている分、まあ、成分がたくさん出てるんでしょうね。やっぱりその奥行きとか、濃縮感とか味が出てる感っていうのはやっぱり、温めた方がやっぱり、得られるっていう傾向があります。ですので、器具を温めるっていうことは非常に大事かなと思います。まあプラスチックですとその温めるってこう温めようが温めまいがあんま変わんないっていうのが、まあ、プラスチックなわけで、いいんですけど、プラと磁気を比べても磁気を温めた方が磁気を温めたもの と、まあ、プラ温めたものやっぱり磁気を温めた方がこの味わいがこうしっかりしてる。でこれはやっぱりその温まってることによって、粉の温度を高く維持するってプラスチックよりも冷めにくい維持できるっていうところがですねやっぱり大きいのかなと思います。なのでプラは安定してこう、入れられる再現性という意味で安定して入れられるけど、ここ一発、味をしっかり出したものを出そうっていう時には磁気をしっかり温めてあったかいうちに、抽出をするっていうふうにするといいだろうなというふうに思います。これがあの粉の温度と味の関係という話です。器具を温めるっていうふうに言うんですけど、なんで器具を温めるんですかっていうところを語らないんで、ちょっとあの話をしたんですけど、要は粉の温度っていうところに着目するのが、いいのかなというふうに思います。はい、じゃあ次はですねリンスするしない問題について。でこれですね、リンスするの話の時に
器具を温めるためですっていうのと、髪の匂いを取るためですっていうのが、まあ、あるじゃないですか。で、まあ、器具を温めるためっていうのは、今2番で言ったことなんですよ。ね、で、それは、髪を濡らそうか濡らすまいか関係なくて、器具が温めればいいんですよ。器具っていうか、ドリッパーが温まればいい。まあ、サーバーはね、好きにすればいいと思うんですけど、ドリッパーを温めるってことは、まあ、大事は大事なんですよね。なので、ドリッパーだけお湯かけてもいいんですよね。だけど、髪にもかけるということは、やっぱり、その髪の匂いを取るっていうところを、避けて通れないんでしょうね。で、じゃ髪の匂いするのかと。ね、ちなみに僕、髪はですね、こうやってジップロック的なものに入れて空気に触れないようにして保管してるんですけど、はい、ね、これ髪で、髪ですね、匂いしないじゃないですか。で、例えばね、これを舐め食べても味しない。髪は匂いしませんってメーカーは言うんですよ。だけど髪の匂いするっていう人いるわけですよ。僕はあんまりその鼻センサーあんまり良くないんで、コーヒーの液に入っちゃうと髪の匂いが、してる抽出液なのかどうかって正直分かんないですよね。髪の匂いっていうことだけですよ、言ったら分かんないです。だけどお湯を入れるじゃないですか。お湯入れてこうかけてリンスするでしょ。リンスしてこっちので、まだお湯が残ってるとしますよね。こっちの何にもしてない、ただケトルに入ってるだけのお湯の匂いを嗅ぐのと、ここでかけて上がってくる湯気の匂いを嗅ぐのではですね、これ香り全然違うんですよ。確実にこのドリッパーのこのペーパーの湯、から上がってくる湯気の香りっていうのは何らかしら匂いがするんです。これ嫌な匂いとは限らないですよ。大抵嫌な匂いしないです。日本製のしっかりしたメーカーが作ってるやつなら、まあ、レモンの香りがするとかね、甘い香りするとか、まあ、何らか匂いするんですよ。香りっつってもいいかな、するんです。でこれをわーかけて流して、わーかけて流して、これ4回ぐらいやると香りが随分減ったなぐらいになるんですよ。でもまだ残ってるんですね。これどんぐらいかけたらいいんでしょうね。わかんないですけど、一説には2リットルぐらい使わないと取れないという話もあります。某有名な人から聞いたことありますけど、本当かどうか知らない。だけど、確実に匂いはする。それだけは確か。で、それが、コーヒーの、ろ過層を通ってコーヒー液にしかもなって、さまざまな、味がする液体の中にその香りが入った時にそれを感じられる人がどのぐらいいるかは知らないけど、香り匂いがするっていう人がいるんだから、やっぱするんでしょうね。なので、自分が感じなくても、もしコーヒーを誰かにサーブする時に、サーブされた人がそれを感じるかもしれないっていうことを考えたときには、髪の匂いを取るっていう目的でリンスするっていうのは、やった方が、さっきの落としきる落としきらないでリスクを極限まで減らすっていうことを考えたときには、リンスするっていうのはした方がいいんでしょうねと思います。ただし、リンスしないっていうことを否定しないというか、僕はリンスするしないを使い分けてます。リンスをしないっていうことは、まあ全然ありだと思うんですよ。これですね、紙じゃないですか。そしてお湯を使いますよね。でお湯を使った時に、初めにこう
リンスして濡らしますよね。まあ水でもいいんだけど濡らしますよね。でそこの後にコーヒーを抽出、この中で抽出するという時に、コーヒーって油分があるって聞きません？特に深入り油分があるって聞きますよね。実際僕さっきも言ったけど 100% 分系なんで、この抽出液できた時にこの中に、どういう成分が入ってるかって成分分析とかしたことないし、そういう文献も読んだことないんでよくわからないんですけど、舌触りしてて確実に油分があるっていう場合があるじゃないですか。あるいは液面に、油分が浮いてる場合もあるし、中に溶け込んでて、舌触りがまろやかになってるっていう場合もありますよね。で、実際あのコーヒーの豆も、深入りを、ずっとほったらかしておくと、中の細胞から油が浮いてくるってこともあって、油は確実にあると思うんですよ。で紙ってこれは説ですよ、説で本当かどうか分かんない、でもまあ一理あるかもなって思ってることをちょっと紹介するんですけど、紙って油通すじゃないですか。油料理をして、僕たまにやるんですけど、油料理して余った油をこのドリッパーにですねダー入れて、まあ、時間かかるけど油こすわけですよ。本当はまあ油こしが見つかればいいんだけど、たまにねお遊びで、このペーパー使って油こす、油こせるじゃないですか。だけど水と油って、水と油って言葉があるほど水は油弾けますよね。だから濡らした時に、リンスして濡らした時にその後に油分が出るコーヒーを抽出すると、とその油分ってドリッパーの中にとどまる方が多いんじゃないですかねと考えてもいいだろうなって思うわけです。でその油がどうしてそんなに大事というか僕こだわるかっていうと、まあ浅煎りはね別にいいんですけど、特に深煎り、深煎りで苦味があるとか、あるいは深煎りだからこその、甘みっていうのがあったりするじゃないですか。その時に、中華料理でね、油料理、中華料理ってほとんど油料理じゃないですか。油を使う時に、その油があることによって口の中で、その味のコクとか、まろやかさとか、そういったものが口の中で凝縮されたり持続したり、するっていう、そういう気持ちよさってあると思うんですよね、中華料理って。だからこううまいっていう、油料理食べた時にうまいってなると思うんですけど、それを深煎りでも、少し効果的に狙いたいなと思うんですね。でいう時にあえて濡らさない、で本当かどうか分かんないけど、これをじっくりじっくり、濃い液体で、要は油の成分が多分多いであろうなという状態で蒸らしで、湿らせて、でその後本抽出していくと、まあ水の量もあるんだけど、油がある程度、紙に浸ってる分、次の本当の抽出の時に、油が通りやすくなってるっていう環境になってるんではないかなという期待感も含めて、あえて濡らさない。でさっき言ったように紙の臭さっていうと、臭いかっていうと臭いとは僕は思ってないんですよね。紙の香りはするけど臭いとは思ってない。で、コーヒーをしかも深入りで、まあ、濃いっていうとちょっと語弊があるな、強い、まあ、味じゃないですか、深入りっていうのはね、強い味で、抽出されたものって、そういった、臭み的なものはある程度浅煎りもマスクできると思うんですよね。で、コーヒーの味でそこの香りはマスクしておきながら、油身を、少しでも舌触りとして残す。そうするとコクマロなコーヒーになるというところですね。味作りとして狙ってるんですね。なので、まあ、僕の場合は、深入り、中深入りとか深入りの場合はペーパーをあえて濡らさないっていうやり方をしてます。で浅入りの場合ですね、浅入りの場合、そんなに、油分とかですね、こだわらず、そこよりも、すっきりさっぱりした清涼感のある味を作りたいみたいな時は、リンスをしっかりして、
香りもですね、残さないようになるべくして、抽出するっていうやり方してもいいんじゃないかなと思います。あとはですね、一番初めに今日言った、泡によるですね、苦渋みとか、渋み、そこも関係するんですけど、それがですね、やっぱりその濡らすことによって、油分とかですね、そういったものを、弾くっていうことがあるのであれば、そこの苦渋みとかですね、そういったものも、一緒に、中に閉じ込めておいた方がいいと思いますし、そこにはですね、疎水性という言葉もさっきありましたけど、疎水性がある、要は、水と馴染みにくいという、性質のある物質でたまたまあるということらしいんですよね。でそうすると、濡らしてペーパーを濡らしておけば、その疎水性のある、苦渋みのある成分というのは外に出にくいんじゃないですかね。そうすると浅煎りのように、酸味が、酸味とか、フルーツ感みたいなものが前面に出たりするときに苦渋みが入るとすごくそこが気になるっていうカップになる。でその場合はリンスをしておくと、すっきりさっぱりした、クリーンカップな、抽出液になりやすい傾向が得られるんじゃないかなと。そういう意味では浅煎りはリンスした方がいいかもねとかなわけですよ。なので味作り、自分と作りたい味とか目的によってリンスするしないって使い分けるっていう手法が、技術的にありますよっていうことをちょっとお話ししたいなと思ったわけです。それが、リンスするしないっていう話ですね。苦渋みとか、苦味とか渋みをあえて入れたいとかいう場合もあるでしょうから、その場合に落とし切ってみたり、リンスをしないで、あえて、苦渋みを入れてみたりとか、そういうふうにですね、してもいいかもしれないですね。ということで、それは作りたい味によって使い分けましょうという話でした。これもこれでなんか主婦が打てたらいいなと思います。あと最後ですね、これはちょっとおまけなんですけど、リンスするときの注意事項、これだけちょっとね触れたいと思います。リンスをするじゃないですか。大抵まあ9割5分、 100% に近いかな、リンスの紹介をするときに、はい、サーバーがあってリンスしますでしたら、はい、ね、したらこれをだー捨てます、で戻して、で粉入れ抽出ってやるじゃないですか。匂いを取るのにこれから抽出液入れるサーバーになんで匂いのついたお湯を入れるんですかっていうことなんですよ。匂い残ってるでしょ。なので注意したいことその1はですね、こうやって別のものに別の容器に落とさないといかんと思うわけですよ。ゴミを捨てる容器に匂いのついた液体を落とす、で全く乾ききってる無臭のきれいなサーバーに抽出液を落とすっていうふうにすべき。これをやってる人はほとんどいないですよね。ほとんど見ない。これ別に店のオペレーションだってできると思うんですよ。それだけ食器を使い分ければいいわけですからね。ゴミ捨てるのと抽出液入れるのと同じ食器にしないでよっていう話です。もし匂いっていうことにね本気で言うならっていうことが一つ。あともう一つはリンスをした時にここの先端のとこですね、やってみれば分かるんですけど、お湯が必ず溜まります。どんなに透過性のいいペーパーでもここ最後溜まるんですよ。
余った状態で粉を入れてるっていう方も、これもまた9割方、ちょっと残ってるとそこに乾いた粉を入れるということは、例えばこれがあの常温の水であろうと、そこからもう染みるわけですから、あれだけ均一に粉を均一に湿らせて均一に抽出したいと言っておきながら、先端のところの抽出はもうすでにそれで始まっちゃうということなんですよね。なのでリンスをしたいのであれば、残ってるやつはしっかり振って落とす、あるいは僕がリンスするときによくやるのは、まあもちろん綺麗な手でですよ、やって、まあこうやってね、こよりのようなものを作って、こう丁寧に吸い取るんですよ。綿棒とかね、そういうやつでもいいかもしれないですけど、なるべくあの何て言うんだろう、毛とかがこう中に残らないような素材 で吸い取って、必ず水滴とかがないような状態で粉を入れる。で粉を入れたら抽出、まあ、それでも湿ってますから抽出がある程度始まりかける。でそれが、起きないように粉 を入れたら、なるべく早くもうお湯を注いで抽出を始める。でこれがあのリンスをした時の抽出の注意事項ですね、2つということになります。はい、ここまでやるとですね、あのちゃんとリンスして意味があってリンスしてるなっていうふうになるのではないかなと思います。ということで、まあ今日はですね、はい、落としきる落としきらないについて、まあ、使い分けの話をしました。でそれに関連して粉の温度と味っていうことは、まあ、関連性が、まあ、ある程度ある傾向としてありますよっていう話なので、まあ、あとそれを落としきる落としきらないっていう時に考える時に、粉の温度っていうことも考えた方がいいでしょうということです。あの落としきらないとね、落としきらないことによって粉の温度が保てるわけですから、落としきっちゃうとまた冷めるっていうリスクが出る。だから粉を、落としきらない状態で粉の温度を、キープする。でかつ、器具も、粉の温度をキープするために温めると、いうのが、まあ、特に磁気とか金属とかの場合はいいでしょうという話です。あと3つ目、リンスするしないの話ですね、これも使い分けで、味は確実に変わりますから、すっきりしたものなのか、コクマロ的なものになるのか変わるんで、リンスするしないの話は、まあそういうふうに味で使い分けたらいいんじゃないですかっていう話。あとリンスするならするで、気をつけるべきことってありますよということです。この4つでした。はい、これがデイ2ですね。はい、以上になります。デイ3はなんだっけ、焙煎度合いと抽出効率の関係、引き目と抽出効率の関係、油温と抽出効率の関係、注油回数と、抽出効率の関係ということで、焙煎度合い、引き目、あと油温、あとお湯を何回かけるかによって、まあ、それぞれですね、抽出効率の関係というか、まあ、これも傾向なんですけど、抽出効率というか抽出のされ方っていうのが、まあ、変わりますよと、まあ、ある程度当たり前ですよねっていうところも、あると思いますし、あ、そうかっていうところもあるかなと思いますので、Day 3は、この4つについてお話をしたいと思います。はい、それではありがとうございました。